にちは。こん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 ばんは。こんばんはか。こんばんは。元気ですか皆さん。あ、まこちゃんメール読んで、ありがとうございます。メール読んでください。今日はですね、先日発表させていただいた、ツイッターでね発表させていただいたんですけど、ファンミーティングをやることになりまして、今回はサンリオピューロランドさんでやらせていただくことになりまして、5月25日に2部制でやらせていただくにあたって、もうちょっと詳しくお話ししようかなと思って、インスタライブでお話ししようかと思って始めました。サンリオピューロランドファンミーティング。開催。はい。そう、話します。いいかな？みんな集まったかな？ファンミーティング。早打ちすごい。はい、ファンミーティングですね。今回は2部制になっていまして、5月25日にサンリオピューロランドさんの1階のフェアリーランドシアターというところで、1回目は3時45分会場の4時開演16時開演で、2回目が18時45分会場の19時7時開演の2部になっていて、でこの投資券、投資成績の投資券と、あと普通のチケットと一部だけのチケットとどっちもあるんですけど、何が違うのっていう質問があったんですけど、どっちも行きたいよって方は、その投資チケットを買った方が指定席2枚買うよりも少し金額の方がお得ですよっていう、2部制のその投資チケットを選んだ方がちょっと安くチケットを求めできますよっていうやつですかね。そうで、どちらもあれです、サンリオピューロランドさんで遊べる1日パス付きって考えたら、本当に今回も良心的です。もう私のファンクラブのファンミーティング、ファンクラブじゃない、ファンミーティングと、あとこの間やったバスツアーとか、結構金額が安いっていうので結構話題なので、今回もなるべくなるべく下げていただいて、でもみんなが楽しめるように、みんながいい気持ちになれるようにを考慮していろいろと考えました。2部制で、そう、投資チケットもあって、パス付き、パスもサンリオさんつけてくださって、で一時プレオーダー抽選申し込みか、1回目の申し込みが、先行申し込みが明日4月22日月曜日の朝の10時からで、そう、1回目のその応募が、そうです、お一人様1枚です、チケットは。
そうで1回目の申し込みが4月22日月曜日明日の10時朝の10時から24日水曜日の11時59分23時59分までで、2回目の先行申し込みが4月27日の土曜日1時お昼の1時から5月6日月曜日の23時59分までが先行の申し込みで、で一般が5月13日月曜日の朝の10時からになります、はい、全部一応私のあのツイッターに載せたサンリオさんのサイトには多分載ってることだとは思うんですけど、そう開演時間と場所とチケットとあと申し込みについてはこんな感じですね。はい、そうなんです。そうです、明日からです。今回はですね、結構あのね、卒業して AKB 卒業するのが5月12日の公演が最後 でそっから卒業してから初めてのファンの方に会うイベントになるんですけど、本当にまあやっぱりフェアリーランドシアターサンリオピューロランドさんね、ご用意してくださったところもすごく立派なステージですし、あとは出演者は私小島真子とサンリオキャラクターのみんななので、ステージングもちょっといろいろ考えて踊ったり歌ったりもすると思うんですけど、そういうのとか含めて、あとこの間私がサンリオさんのあのストーリーズにサンリオさんの打ち合わせみたいな感じで載せてたのは、あれは実は、まあ、まだはっきりとは決まってはないんですけど、もしかしたらグッズが出せるかもしれなくて、それの打ち合わせをしていたんですね。そういうのも、それはおそらくあのイベントに入らない人でもお買い求めできるとは思うんですけど、そこはまだはっきりとは決まってないので、それは決まり次第またご報告できたらなって思います。一人で行っても全然大丈夫です。全然結構本当に今までに比べたらすごくキャパを今回広げて、本当にたくさんの方に見に来てもらえるように大きいところを貸していただいてるので、本当にお友達誘って、もう年齢とか性別とか本当に関係なく、ツイッターでいつも応援してる AKB のファンだよっていう方も来てほしいし、インスタグラムで知りましたまこちゃんのこと好きですって言ってくれる女の子とかもぜひ来てほしいなって思うし、本当にどの層の方も楽しめるようにいろいろ考えてはいるので、ぜひ迷うならぜひ応募してみてほしいなって思います。男女比みたいのは決まってないですね。特に全然決まってなく、でもね、前回はバスツアーしたんですけど、バスツアーは割と応募比は半々ぐらいでした。楽しみです、本当に楽しみ。そう、本当ね、どんな感じになるのかまだしっかりは決まってないので、まあでもなんとなく頭の中でやりたいことはあるので、そうですね、おそらく2時間くらいになると思います。2時間、1時間半から4時間半から2時間なのか、1時間半くらいですかね。まだそんな細かく決まってなくて、まこちゃんのファンはカップルが多そう確かにカップルの方意外と多いですね。握手会とかにもカップルで来てくださる方いらっしゃいます。ぜひもしね、なんかお洋服系のグッズが出せたらカップルの方でも来てほしいし、
男性の方も女性の方も着れるような感じにしたいので。着ぐるみは着ないかな。楽しみ。歌ったり踊ったりしますよ。お手紙持って行っていいのだってありがとうございます。全然受け取れます。嬉しい。お手紙とかね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。待ってます。はぁ、そうなんです。いろいろやります。多分本当に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 女の子も男の子ももう年齢も関係なく、おじさまもおばさまももう大人の方も子供の方もみんな来てほしいです。ぜひ。写真とかね、多分ゲーム何するの？ゲームはまあどうですかね、どんなんですかね逆にリクエストとかあったらぜひ言ってください。こういうのしてほしいですとか、こういうのあったら嬉しいですみたいな内容とかでも何でもぜひ。来たい来たい、当たるといいだろうって。当たります、きっと。待ってます。追いかけっこはするのですか？追いかけっこはしません。絶対当たらないからどうしよう。多分そんなことないと思う。本当にキャパ広げたので、逆に私はこれ埋まるのかなっていう二部制でフェアリーランドシアター2回分埋まるのかっていう結構不安があるんですけど、だからもう本当にみんなお友達誘ってもぜひ来てほしいです。一人でも全然大丈夫です。女の子たちは特にもうサンリオピューロランドのフェアリーランドシアター自体本当に可愛いから、もうそこで写真撮るだけでもすごい可愛いと思うので、もしグッズができたらもうグッズ着てみんなで写真とか撮ってタグとか作ってなんかインスタとかでも拡散したいし、そう、AKB のまこちゃんが好きですって言ってくださった方も歌ったり踊ったりもするので、ぜひステージにまたね、まあ卒業してすぐですけど立ってる私も見てもらえたらなって思うし、ね、おじさんでも大丈夫かな。全然大丈夫です。全然大丈夫ですよ。こんばんはってコメントがいっぱい。チケットは明日の朝10時から先行発売、先行申し込みがスタートです。明日の朝10時です。はい、5月25日です。今日のメイクめちゃめちゃ好きです。ありがとうございます。今日はでももう結構、今日はねお昼と夜で2回公演してきたので結構もうボロボロ。ほんまにまこちゃんかわいい、爆笑って書いてある。爆笑って何？なんで笑ってるの？一人で参加全然大丈夫です。私がそばにいますよ。
全然大丈夫です。昨日まこちゃんおすすめしたドトールのココトラテ飲みました。めっちゃ美味しかった。本当に大好き。私もドトールのココトラテもバケツで飲みたいぐらい本当に今ハマってて、でもやっぱり甘いから、まあ、しょっちゅう飲んじゃいけないんだろうなって思いつつも、本当に好きすぎて結構な頻度で飲んじゃいます。ダメダメ、分かってるの。でも本当に美味しい。カフェラテ飲めない私でも美味しく飲めました。大阪でのイベントありますか？大阪とかも結構声いただくので、大阪とかいつかできたらなって。でもその前に私は今保留してる韓国でのファンミーティングを今年中にやるのを目標にしてるので、そこが済んだらぜひ日本各地いろいろ回れたらなって思います。本当に、うん、どんな席でもまこちゃん見える。見えます、絶対見えます。結構距離も近いステージなので、うん、まこちゃん会いたいから申し込むね。待ってます。ぜひ申し込んでください。自分もカフェラテ無理だけど、私ね、いけると思う。私本当に苦いのが本当に無理で、カフェラテも無理だし、コーヒー牛乳ももはやあんまんって思ってたんですけど、ちょっと覆りました。覆されました。黒糖がめっちゃ美味しいです。東北でもやってほしい。いいですね、東北。リップは今日のリップはこの間ご紹介したインスタライブで言ったシャネルのリップと、ちょっと今番号が手元になくて分かんないんですけど、シャネルとあといつものイヴ・サンローランのボルプテ社員の4番を重ねてます。シャネルが先で上からイヴ・サンローランだから赤ピンクですね。結構濃いめの。これちょっとあれですよね、シャネルのシャネルのルージュは、ルージュ高校はあれですね。ご紹介しますね、インスタ投稿とかで。本当にお気に入りです、最近。素敵、彼氏誘っていけます、と待ってます、本当にマスカラは、ヘレナのコブラブラック声が好きですか？嬉しい。声あんま別に自分好きじゃないんですよね。あ、これめっちゃよく聞かれます。男性の格好でどんな格好が好き？めっちゃ聞かれますそれ。でも、どんな格好なんだろう。ナチュラルだったりとかであれば別に何でもいいかもしれないです。そんなにこれ着ててほしいとか、これ着てたらもう嫌だみたいのはそんなにないかもしれない。なんか自分に見合った格好っていうか、あんま背伸びしすぎず、うん、等身大の自分に似合う格好してればいいと思います。何でもそんなに、うん、男性の格好でなんか指定とかはないですよ。ニートだからいつでもどこでも対応可能ですありがてえ花粉で肌が荒れました。スキンケア知りたいです。周りにすごい多いんですよ、花粉で。お肌に花粉が出ちゃう子すごく多くて、私は花粉症があんまりないから、基本的には花粉症っていうよりはアレルギーとかで、別のあのアレルギー、自分で持病で持ってるアレルギーで肌が荒れることがあるんですけど、花粉症での荒れの治し方がやっぱあんまりやっぱ分かってないから、なんか簡単には言えないんですけど、でもやっぱとにかく皮膚科のお薬がやっぱ一番効くので、皮膚科の先生に見てもらって自分に一番似合うお薬を処方していただいて使って、うん、で
です。やっぱ皮膚科とかも、皮膚科じゃない、あの薬とかってやっぱ長く続けないと効かないものってすごく多くて、だからもう根気強く向き合うしかないので、うん、長い目で試していくのは大事だなって思います。投資のチケットだと席はどうなの？投資のチケットも指定席なので自分でピョコンって選べると思います。最近まこちゃんのおすすめ何でも買っちゃうって嬉しい。そんなでも本当になんか自由のワンピース買いましたみたいな子もすごく多いし、トップス買いましたとか、リリブラのスカートおそろっちですみたいな、すごく多いから本当に嬉しいです。ぜひもう随時報告待ってます。だから今度は男性の方も自由のおすすめ知りたいですって方がすごくいらっしゃるので、男性でも着れるし、てか男性でも着れるというか、GU のメンズ服で女性のコーディネートを組んでみようかなと思って GU に行くタイミングを見計らってます。最近だそうすれば男性の方もなんだろうな、男の子も女の子も着れるような服でコーデ組めば、例えばメンズのスウェットをメインにして、下はゆるっとした女の子とワイドデニムとか合わせれば、男性もデニム合わせれば可愛いんだっていうのが分かるし、そういうのいいかなと思って最近考えてるので、それできたらやりますね。ファンミーティングは中3が行っても楽しめますか？楽しめますよ、年齢関係ない。そうですよね、ペアで座りたいって方がやっぱすごく多いので、それちょっと私確認して検討させて、確認して検討してもらえますね、どうにかならないか。でもちょっと明日応募開始になっちゃうから間に合うかわからないんですけど、ちょっとインスタライブ終わったらマネージャーさんに言ってみます。プレゼント持って行ってもらえ、持って行けます、持って行ってもらえますかとか言ったらもう私が欲しいみたいな、まあ欲しいですけど、そんなあの そういう欲しいじゃなくて嬉しいですけど、そんなね、持って行けます、受け取れます、ありがとうございます。5月25がインスタライブ、インスタライブじゃない、ファンミーティングです。間違えました。汗とかで崩れないファンデ教えてほしいです。私はミシャのクッションファンデを使ってるんですけど、RMK のファンデーションとかは結構もともとが薄付きなので、ファンデーション自体がそんなに崩れるのは気にならないかなと思います。マホちゃんめっちゃモテそうだって、何を見てそう思ったんですか。モテませんよ、残念ながら。ガビーン。どこで申し込みできる？私のツイッターにリンクを貼るので、貼ってあるので載せますね、後ほどインスタグラムのストーリーズにあの URL 貼りますね。まつ毛今してないです、これは自まつ毛少ない、とんでもない顔してインスタの DM 全部読んでますよ。自由のアピ買いました、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、お揃い嬉しい。あ、まつげがついてるよってみんな教えてくれたの、ありがとうございます、優しい。ちょっとが目が乾いた、これ一回下まで行ったらあれかな、大事なコメント見れないかな。
ハイライトにじゃああれ載せます。ハイライトに残したら URL って消えちゃいますか？そんなことないか。眉毛サロン行ってないです。眉毛サロン、私眉毛濃くて眉毛サロン行かなくてもいいかなっていうぐらい眉毛いっぱいあって、だから結構自分で適当に整えますよ。はい。え？コッコの好きなところはってコッコちゃんが言ってますだって。どこ？コッコ。いる？見つけられない。見つけられない。ココ会いたい。ツイッターで固定してくれるのが一番、あ、わかりました。じゃあツイッターのトップに貼りますね。髪色は、ね、ちょっとわからなくて。でももうすぐ行くので、また更新します。あ、ショールームで行ってるんだ。なるほどね。睡眠不足、そうですね、最近あんまり眠りはない、眠りはない多分寝てるんですけど、なんだかやっぱり卒業間近なのでいろいろと立て込んでて頑張んないとっていう感じあ、ネイル見せて、ネイルこれです。今このキラキラ、私にピントが合っちゃう。シルバーとオフホワイトっぽい感じのキラキラ、お気に入り。まこちゃんショールームのパスワード忘れましたそうなんです、忘れました。マネージャーさん多分聞けば分かると思ったんですけど、なんだろうな、雰囲気とか話しかけやすいようなオーラを出すとか、少し口角上げておくだけでも、なんかこの子とは、なんかこの子なら近づけそうとか、ちょっと話しかけやすいかなとか、話しかけても笑顔で返してくれそうとか、そういう印象をつけるだけでやっぱ変わると思うから、そういうところから本当に少しの口角5ミリ上げてみるとか全然違う。こういう顔とって言ってるのと全然違うじゃないですか、そういうのとか私も本当に人間関係は難しいですよ、本当にめっちゃわかりますよ、人間関係うまくいかなくて辛い、そういう方やっぱ多いですよね、本当に本当にそうですよ協調性とかやっぱ大事だなって思います。世の中で生きていくにも、どこかで働くにもね。本当ね、意外ですよね、めっちゃ言われます。学校行けない時期とか絶対あるように見えないみたいな感じでめっちゃ言われますけど、バリバリでしたあやみんがファンミ参加したいって、本当？あやみん来る？プライベートでチケット取るよ。ゲストで来てくれるかな、あやみ。北海道函館わかりますかって、わかりますよ。行ったことあります。プライベートで。もこちゃんクラスの中心っぽい。全然ですよ。本当に全然ですよ。なんか、ね。
もう全然学校本当に行けない時期ありました。小学校かな、中学校はないですね。部活入り始めてから本当に明るくなった。小学校5、6年生は大丈夫でした。にもっともっと若い時かな、小学校前半とかは本当にあれでした、ダメでしたねえ。性格じゃ本当ですか、全然いいもんじゃないですよそんな。英語全然わかんないです。英語新テラスハウス5月スタート、本当超楽しみ、誕生日プレゼントだってぐらい楽しみ。うん、アンニョン、アンニョンセヨ。韓国語の勉強、最近はなんか歌とかあのテレビ系で韓国語を耳なじみがなくならないように結構しょっちゅう流したりしてます。私はイッチが好きで、ヤジちゃんが本当に可愛くて好き、可愛いってか美人だけどなんかギャップがある感じ、ニコってした時本当に可愛くてはっ尊いってなります。あとダンスがめっちゃ私が一番好きなダンスの踊り方をします。ヤジちゃんがタラタラタラっていう曲大好き、振り全部覚えましたよ。だからファンミーティング、韓国でのファンミーティングは韓国のアイドルの皆さんの曲とか、あとプロデュースでやった曲とかいろいろとね、ちゃんと練習してそういうのもイベントでできたらいいなとも思うしね。だから卒業してたらなんかステージ立たなくなったり歌って踊らなくなっちゃうの悲しいですって言ってもらうことが多いんですけど、意外とそんなこともなさそう。もちろ ん、 なんかアイドルとして一人でなんかライブしますとかそういうのはないと思うんですけど、こういうファンミーティングとかイベントとかでステージに立つことはもちろんあると思うので、そこはもうぜひそこで消化、その気持ちはそこで消化していただいてね。はい、そんなもんかな。ちょっと皆さん、私は今夜もいろいろとあるので、皆さんこれから夜勤の人は一緒に頑張りましょう。そして明日もお仕事、学校頑張りましょう。あ、月曜日だ明日から、やばい、また1週間が始まる。頑張りましょう。髪ボサボサですね、やだ、白い壁やだ、うわ、見逃してください。はい、じゃあもう最後にちょっともう一度おさらいしますと、5月25日に小島真子ファンミーティングコングラチュレーション祭り in サンリオピューロランドっていうファンイベントを開催することになりまして、それが5月25日の16時夕方の4時開演が一部 で2部が夜の7時19時開演が2部の2部制 で投資チケット券っていうのがあって、投資チケットだと、1万1000円で一部も2部も見れて、なおかつサンリオピューロランド1日パス付きっていうのがありまして、で一部だけ行きたい、2部だけ行きたいって方は指定席券が6000円で、これもパス付きであります。で1回目の予約もうやだ、あ、もう流れで言いたかったのに、第1回目の選考の応募が明日の朝の10時からスタートで、はい、
明日の朝22日月曜日の朝の10時から24日水曜日の23時59分までが1回目で、2回目の先行受付が4月27日土曜日1時13時、お昼の1時から5月6日月曜日23時59分までが2時の受付で、一般は5月13日月曜日の朝の10時からになります。5月25日サンリオピューロランドさんのフェアリーランドシアターというところで2部制でイベントをさせていただきます。歌あり、ダンスあり、トークあり、ゲームあり、うまくいけばグッズ販売もあるかなっていう感じなので、まあ、それはおいおいで、まだあと1ヶ月ちょっとあるので徐々に徐々にそれも解禁できたらだんだんとお話ししていければなって思います。 Twitter とかインスタとか、あとは私の AKB のメールサービスとか、そういうので随時ご報告できたらなと思うので、それもぜひチェックしてみてください。詳しくはサンリオさんのサイトに私のファンミーティングのページがありますので、そちらでも見れますので、後でインスタのストーリーズにも URL を載せようかなって思うので、ぜひ見てみてください。グッズはもし販売されるとしても会場限定になると思うので、ぜひ本当にこの機会に応募して、もう女の子も男の子も男性も女性 もう子供もおばあちゃんもおじいちゃんもみんなカモンって感じです。本当にみんなが楽しめるように、はい、計画してるので、ぜひぜひキャパを広げて大きい箱でやらせてもらえるので、楽しみにぜひ応募してもらえればなって思います。はい、では皆さん、またなんかこれ気になる、めっちゃ気になるってやつは、DM とかリプとかそういうのに送ってもらえれば、答えるのは答えられるものは答えようかなと思うので、ぜひお願いします。はい、すごいバーって喋っちゃった、ありがとう。あ、うなちゃんいる、うなちゃん会いたいんだ、今一番会いたい、好きよ。はい、でインスタの今日投稿した